7号車森克幸、川口ハンデ20。若い友和がここ一番人気、対するは5番の五十嵐、10メートルの外枠、人気対抗を筆頭に目されました。スタートまで10秒前です。10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、シリーズの予選第10レース、スタートしました。ハンデゼロのスタートダッシュ、インコースから金田が飛び出しました。外から平川博康、10メートル勢に食い、おっと6番の尾形浩一、際どいシーンもありました。滑った森克幸、若井がさばいて今6番手まで上がってきています。3コーナーでは五十嵐が君宿を捉えて4番手、さらには古木の因縁で潜り込もうとしております。五十嵐が3番手、さらには若井もついてくる展開になりました。1番の金田が快調に引っ張っています。平川博康2番手の位置、五十嵐和夫3番手、若井智和4番手、ぐーっと3番手からチャージする5番の五十嵐、少々膨らんだ。ここを見定めて若井智和、残り4周1コーナーで若井が五十嵐を捉えました。おっと両選手交錯するような感じになった。森がついていく、4番手で上がりました。少しもつれましたこの競争。先頭は金田遥香、ハイペースの引っ張り、平川も負けてはおりません。残りは3周回、3番手から若江がそう詰めて前の2人に追いつけるかどうか。前後半の折り返し地点、1番の金田が引っ張っています。金田遥香が先頭だ。2番手平川博康、若井智和3番手、若井がじわっと3番手から間隔を詰めてきました。残り2周回終盤戦です。2番手射程に捉えたのか若井智和、平川の背番号3がもうつかめるような距離感まで来ましたが、うわっと伸び返されている。2番手平川がリードしています。先頭は金田遥香、まだまだ十分なアドバンテージ。2番手若井智和、うわっとここも平川が伸び返している。残り1周ブルーフラッグを通過しています。2番手平川博康、若井智和3番手、最終バック内を狙ったんですがここも入りきれません。最終コーナーに向かっています。先頭金田遥香、今節初勝利は目前だ。2番手平川が踏ん張った。払い戻し金です。2連勝短式、1番3番4410円15番人気、2連勝複式、1番3番の組み合わせ2990円13番人気、3連勝短式、1番3番8番1530円39番人気、3連勝複式、1番3番8番の組み合わせ1320円7番人気。